ご機嫌よ吸血鬼と人間の。アイベティング、エイシャ、空晶、リンゴだ。我、貴族。 生まれも育ちも精錬潔白なわけだ。脱いだ靴は揃えるし、箸置きがなかったら箸袋でこさえるし、サンマの骨をきれいに避けることができる。ここまで精錬潔白だと逆に悪への憧れなんてものが芽生える時がある。故に、勧められたハイロー無料配信を見て、円盤まで買ってしまったのである。本当に予想を上回って面白かった。そのうち同時視聴会をしか、よしよ。 アリオリ・ハベリ・イマソカリって料理っぽいよな。アリオリ・ニュージーランドっぽさがある。ハベリ・これはハワイにありそう。イマソカリはカリー。今年もタピオカの季節がやってきた。 皆さんご存知ないかもしれませんが、タピオカは茹で上がった直後から徐々に硬くなっていく食べ物。冷水で締めたらなおさら硬くなるのが早くなる。そこで温かい飲み物に入れるわけだ。茹でたてもちもちの状態が長く続いて、冷たい飲み物に入れた時にはまず味わえん食感でもって舌を楽しませてくれる。ありがとうタピオカ。キャッサバ農家輸入業者タピオカを売る店に心から感謝の意を表したい。 ホーキーベカコンは絶対アメリカのカートゥーンアニメのタイトルだと思っていたら、ウグイスの理想とされる鳴き声ですって、なぜもう知った時動揺してしまった。最近、重い布団が深い睡眠に効果があるとか言うな。我の愛用している掛け布団は、謎の綿が詰められている謎綿布団略してなん。これがずっしり重くて大変にいい。 いよいよ寒さが本格的になってきたな。手足をよく温め、温かい飲み物を飲み、なるべく湯船にゆっくり浸かるといい。我と一緒に十由数えようじゃないか。<laughs> <laughs> それでは、ごきげんよう。 リビングデッドは生きている死体ですが、リビングルームは生きている部屋ではありません。ごきげんよ、う、吸血鬼と人間の。ハイブリッティン、エイジャー、空渉、ニンゴラー。お久しぶりです。1ヶ月丸々このショートトーク動画出せなかったが、その間我は仕事に励んだり、米作ったり、不動産王になったり、異世界でお茶会したりしておりました。 この世というものは不思議なもので、掃除機をしまった途端にホコリの塊が見つかるし、アップロードが終わった途端に動画のミスを見つける。 校舎を SF 作家小川一水氏の提唱するところのダストバーン現象という。こうやって自信満々に言うとそれっぽく聞こえるが、その実出すとミスがバーンとわかるという安直なギャグだ。しかしこういうの嫌いでない。推し語りという話のジャンルがある。人が好きなものについて話していると、こちらも豊かな心持ちになれるので、我もそういう気持ちを貴様らに提供したく思う。してみよう。推し。 推し我の推しは人間、ウいので。人間な健やかであれという気持ちでやっていますええー。そういう意味では推しに語りかけるのは得意だな。人間、健やかであれ。冬の太陽は本当に沈むのが早い。サメ映画におけるサメのファーストアタックぐらい早い。 我は太陽の光をまんべんなく浴びることで元気になるタイプの吸血鬼であるので、日照時間超えから増えるぞという希望が持てる当治が実に待ち遠しい。当日は風呂にゆず浮かべてゆっくりと浸かろう。もう考えるだけで最高。そろそろ感房が流行り出す時期だ。特に今の情勢では不安もひとしおだろう。手洗いに努め、喉を潤すことで乾燥を防ぎ、ウイルスの侵入を抑えよう。 そして、ゆっくり自愛するんだぞ。それでは、ごきげんよう。ごきげんよ、う、吸血鬼と人間の、ハーフレッティングエイシャークーショーリンゴラー。 ここでお知らせがあります。この我、空城リンゴ、17歳でデビューし、順調に年を重ね、ついに来たる12月30日、20歳になる。ということは、ハイブリッドティーンエイジャーと名乗れなくなる日も近い。今のうちに味わっておくといい。もう一つお知らせがあります。我が夢。E テレになること。やってきました、見てました。ついに NHK チラッと映りました。やった。 司会をやったイベントの様子が映っただけなので、本当にチラッとだが、右上には3000と輝く NHKG の文字。本当に嬉しかった。次は喋りたいな。再来年の抱負にしよう。つきましては皆様で、ね、チャンネル登録とツイッターのフォローの方よろしくお願いいたします。URL リプライツリーに下げておくから。<laughs> 最近、既得なものをわざと置いておくことで、それをツイートさせ、ツイッターアカウントを特定するというのが横行しているそうだな。この間取材先で、この寒いのに半袖半ズボンの者のがいて、あれはそういうことではないんですかではなぜ一人湘南の風。湘南の風は別に年中半袖半ズボンの方々ではないか。なんで料理作ってるところを見るとあんなに幸せになれるんだろうな YouTube は楽園。ロールアイス、チョコチップクッキー、タルト、チーユ。チーユとは、鶏の皮から作る油。中華鍋の中で、じっくりじっくり油となっていく、鶏の皮。なんで幸せになれるんだろうな。この世で一番憎んでいるのは、我の大好物、銀蘭に含まれている銀蝋とキシン 少量ならば大丈夫だが、食べすぎると毒性を表すのだ。これのせいで銀杏を山ほど食べるという夢は永遠に果たされないのである。ああ年末は忙しい人間も多かろう。気づいた時に伸びをしたり、ストレッチをしたり、どうか健やかに忙しさ乗り切ってくれたら幸いだ。それでは、ごきげんよう。 明けましておめでとうございます。先日12月30日で20歳になりました。人間界の多くの20歳がそうであるように、我も特に何が変わるというわけではないが、多分1ヶ月ぐらいは気持ち節字伸びていると思う。人間界の多くの20歳がそうであるように、もって1ヶ月です。本格抹茶ラテは何が本格なのか。抹茶側からしたらおそらくラテにしてる時点で本格ではないんだよな。 本格カルフォルニアロールと同じ。本格カルフォルニアロールは何が本格なのか海苔の産地。アメリカ随一の名産地、メー州の海苔を使用した本格カルフォルニアロール 我は幼少の頃、大人たちが熱い麺物を食べるとき、フーフーするのに懐疑的で、というのも、一回冷静になってみてほしい。箸で作った麺の上の方をフーフーしても、下が冷えないので意味がないのではないか。上冷ましてもチュルチュルと食べ進めたら、結局熱いのではないか。 結果、以来ポーズとして夫婦しています。さて、氷川きよし氏が年々最高になっている件についてですが、知らない者の,のために説明すると、限界突破サバイバーという曲が大ブロックな雰囲気なんだが、紅白にいてそれを披露される氷川きよし氏が、ビジュアル系の衣装と演出にて、生き生きしているのなんの。 中学時代からそういうのお好きだったそうですね。自分のやりたいことをやっている人間。最高だって今回2回も衣装替えして2着目の赤衣装。ここが太もものここが黒レース黒レースそんなの販売アバターでしか見たことないものな。一回ブースでスケアクローで検索してみてほしい。追加衣装がまさにそんな感じ。氷川清キヨもう実質バーチャル。昨年は大変な一年だったな。 まだ先も見えんが、貴様には我がいるし、我には貴様がいる。共に今年もできるだけ健やかになるべく自分を大切に生きようじゃないか。それでは、ごきげんよう。幸せとはクロワッサンの生地でできたワッフルのことである。ごきげんよう。空将リンゴラー。 クロワッサンの生地で作ると美にあり余ってもはや破壊。条約で禁止してもいいくれ。あの何層にも重なるサクサクがワッフルに。思いついたものを手厚く保護しなければ。悲しい時、買ったスマホ対応手袋がスマホに対応しなかった時。保護シートとの相性だそうだ。ついに作業 BGM にスポティファイを導入した。 スポティファイって呪文みたいだよな。スポティファイ最初はニュースの読み上げばかり聞いていたんだが、曲を聴き始めお気に入りをし、おすすめされる曲をおすすめされるままに聞いていたら、踊れがゴリゴリのメインストリームの流行しているあるいは下洋楽が好きなミーハーであることに気づいてしまった。もともとブルーロバースのヒット曲が妙に好きだったりして、なんとなくそんな気はしていたが、その事実から目を背け続けていた。 しかしもうダメだ。ブルーノバーズもマルーンファイブもジャスティン・ティンバーレイクも聞いていていいプレイリストに入れました。結果、美容院みたいなプレイリストが出来上がったのである。美容院に行くと3回に1回ぐらい声の音量を間違える。許可見すきますかはい。トリートメントもさえていきますはい。では切っていきます。はい えー、我の言うことは十割フィクションなので信じないように。今はどこも感染症対策をしているな。アルコール除菌の消毒液を店頭に置く店も多い。ペダル式、センサー式、ポンプ式、それぞれ色々あるが、一番困ることはお、消毒しよう。あー、すごい、すごい滝のように。あ、手が、びしょびしょ。先ほどびしょびしょになったから半プッシュぐらいにしておこう。あ、全然出なかった。 カサカサ、手持ちのを使おう。にわかに春の足音が聞こえるようになったな。これから日照時間は上向くが、それと同時に、花粉症の発言や、黄砂の襲来などなどが迫っている。季節の変わり目で体調を崩す者も,も多かろう。どうかなるべく健やかに、貴様の体を一等に大事にして過ごしてくれたら幸いだ。それでは、ごきげんよう。